はい、どうも、じゅんです。今日は久々にちょっと車関係の、お話じゃないんですけれども、ちょっとねここにあのエリアウェア少し出してますけど、あの三菱のスターキャンプ2019っていうのにですねちょっと参加してきました。その時少し動画アクションカムじゃなくてオズモアクション DJ のオズモアクションを使ってちょっとね適当に撮ってきましたんで、ちょっとそれをご覧いただければなと思います。どうぞ。斜め45度当番ガオー。はい、どうも、じゅんです。今日はスターキャンプ2019朝霧高原ですかね、ふもとっぱらキャンプ場というところに来ております。今後ろで見えます、ちょうど今 D5 がね上に上がってますよね。初めてね今乗ったんですけど、なかなか面白かったですね。なんか PH でも40度のところまではね上がれるそうですよ。なんか制御の問題であの途中で出力を止めちゃうんで上まで上がれないっておっしゃってましたけど、それ以外のなんか階段とかあの凸凹のコースはですね全部 PH でもなんか上がれるそうなんですよね、逆光だ。45度体験イベント一回やってみたかったんで、まあいい経験かなと思いましたね。よかった。なんかね池があるんですよね。こう水中ドローンできないのかな、水中ドローン。あ、結構深いかな。それでここに入れとくのが綺麗。PH。 まあ全く一緒ですけどね、俺のと全く一緒。これは？あ、これエセディションだ。いやー、いい値段ですね。エセディション。ハワイさん、ハワイ君。ハワイさん、近くにいると、ハワイ君絶対そこにいるように言ってください。これは新型デリカかな、ね、新型デリカ、ね、新型デリカですよ、新型デリカ。新型デリカ中身は全く一緒でも、まあこの辺がなんかちょっといかつくなったかな。エアコン周りはね PH とほぼ一緒。ねえ、おいしい、純正なんだこれ。へえ、あ、前の方とほぼ一緒。クリプスクロスね、こういうのはねちょっとかっこいいですよね。
EK クロスだけ。スピードメーターね、かっこいいね。エアコンはタッチパネル。ナビもでかいし。クルコンがついてる。レーザークルーズコントロール。ビーズアクセサリー。スターキャンプというね、あのキャンプ場に遊びに来ていまーす。なんで富士山とか本当に目の前にあって、こんな感じで見えますか？全然見えなーいという感じでございます。さて見てください、このねお手洗いにしっかりちゃ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 ー、トラッキングうまくいかない。見てください、このドローン禁止超書いてある。カイサードローン禁止、はい、これキャンプドローン相談所。こんなのあるんだ。お、丸みがかっこいい。どうですか？お、かっこいいね。危ない、取れちゃう。ストリートスポーツ、ね、あ、こう黄色くするのいいね。俺真似しようかな、ストリートスポーツ、これかっこいいじゃん。いいね、ね、これで売ってるの？ストリートスポーツ。ジジイさんの現行品か。すごいね。これかっこいいじゃん。黄色いラインがシュッと入ってかっこいい。で、ジオランダーフェスティバル。お、ロックフォードついてる。ロックフォードついてるよ。はい、ね、あの震災で落ちたりとか、はい、あとは避難所壊れてなくても家がすごい揺れたので、はい、室内に入るのが怖いっていうお子さんが多かったんですよ。はい、だから避難所の中に入りたくないと、はい、でそこでじゃあ何ができるのかなっていろいろ僕らも考えてて、うん、その時に建物の中怖いっていうのね、はい、後ろがかっこいいこんなところ、こんなところを欲しがるってね。かっこいい。で、富士山をこうやって入れると。おわー、いいね。かっこいいね。いいよ、いいよ。おっと、コズモポケットが目の前に現れて。やばーい、超かっこいい。俺？違う。あれ？富士山。大きくしなやかに動けるように設計されてるので、こういう路面通過してもね。車体は比較的フラットな状態を保ったまま通過できるんですね。お、すごいすごいすごい。タイヤだけがうまく路面の凹凸にこう伸びたり縮んだりしてくれるんでね。すごい室内は安定しています。さあ、そして今度はね、階段ですね。階段。なかなかね、普段通過する。階段すげえ。すげえ。いますよ。あ、でも登れた、ちゃんと。すごい。行っちゃいましたよね。降りる方は平らですね。でも山の頂上来ると先が何も見えないですけど、こういうカメラがあると前をね、降りなくても確認できるんですね。で、普通の乗用車やミニバンだとここでバンパーがりって行っちゃいますよね。そういう心配もあまりしなくていいんですね。さあ、来ました。来ました。いよいよ。いよいよですよ。いや、一回乗ってみたかったんですよ、これ。まあ、実際できるとこ少なそうだそうね。45度ですよ。45度です。一番目が45度です。ね、想像してるイメージありますよね。はい。頭の中にあるイメージが大体ね、ほとんどの方真ん中ぐらいのところ。ああ。でもジェットコースターに見えるもん。
まず20度。お20度。これで全然平気だもんな。まだ、まだ上がっちゃう。この斜面。これが30度。すげえ。もう背もたれガチ。そうですね。さ、これからさらに。行くんすね。やばー。おー、やば。行きますよ。おー、来た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 。うわー、おー、ジェットコースターだ、これ。すげえ。すげえ。これ、カメラこうやってやればわかるかな。すごい。ね、ブレーキ踏むだけですか。今ブレーキ踏むだけでも止まってられるんですけど、まあちょっとアクセルも両方踏んでます。あ、アクセルも両方踏んで。すごい。すげえ、下がる方がすごい。おお。技術的にこうなんか行くより下がる方が下がる難しいですね。おお。こんな急に下がってしまうぐらいエンジンの力があるってことですね。おお。はい。非常に乗りやすくてね、運転しやすいエンジン積んでる。しかもね、これ新型は8速のオートマーナーになったんですね。ですので100キロ、高速道路での巡航が1500回転ぐらい。お、非常にね、より今までよりもさらに静かで快適にドライブできる。へえ、すごい。ありがとうございます。ありがとうございました。すごい、いい体験。これ PHEV だとどれくらい上がれるんですか。PHEV だと、はい、このコースは走行できます。あ、コース行けるんですか、これ。このコース行ける。すごい。坂は真ん中ぐらいですかね。あ、までは上がれちゃうんですか。真ん中ぐらい。モーターのね、パワーはね、すごいエンジンよりもあるんですよ。はい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 、はい。モーターってすごい電気流すじゃないですか。はい。で、まあ、あの坂って基本的に通常の坂ではないので、はい。それ以上のね、力があるけど、それ以上かけると、モーターに電気が流れすぎて焼けて壊れてしまう可能性があるので、ああ、そういうことなんですか。守るために、あえて止めています。そういうことなんですね。セーブしてるんで。ああ。実力はあるんですけど。はい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 。まあ、それだけポテンシャルはあります。アウトランダー、PS。すごい。はい。まあ、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、すごいな。一回ね、乗ってみたかったから、ほんといい経験になりました。このね、全コース、そこの中の斜めになるとこも、ちょうど見えてるかな。アルミ PH で走ってるらしいんですよね。だから、すごいなと思って。うん。さ、サマモシもいます。お、こんにちは、佐々木桃子でーす。なんかやってますよ。今日は、富士山のふもと、ふもとからという森高原の。初心者トレッキングツアー。すごい。金峰さん。頑張って。から取ってこっちか。足めっちゃ痛い。斜め45度。登板。ガオはい、いかがでしたでしょうか。こんな感じでオズマアクションでね、少しだけ前半撮ってて、でもう疲れちゃってテントとか張ったら、まあ、笹桃は一応主婦なんで、テントでね寝泊まりしてもらって、自分はPHEVで車中泊しようと思ったんですよ。で寝床もちゃんと作ってやろうと思ったんですけど、もう疲れちゃって動画をそれ撮ろうと思ったらもう全然そんな余裕がなく、気づいたら朝になっていたと。で久々にキャンプ場なんて行きましたけど、もう朝5時台からみんな活発に動くんですね。いやー、もう7時ぐらいに起きればいいかなとかって思ってたんですよ、ゆっくりめで。そしたらもう5時台からもうガッチャ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 外やり始めてて、あ、こんなみんな早いんだと思ってびっくりしましたね。うん。で、まあ、一個別、実はおしゃべり動画もう一本撮ってあるんですけど、PHEVで来てる方々も意外とやっぱりいらっしゃって、でその方々が、まあ、全員じゃないですよ、たまにやっぱり夜ねエンジンかかっちゃってる方いらっしゃったんですよ。夜っつってもまあ10時ぐらいで、たまたまその隣にいたテントの方が、まあ、子供たちがいて中で、まあ、ワイワイねはしゃいでたんですけど、エンジンかかった瞬間にうるさい、隣でうるさいとかって叫んでて、
ちょっと PHEV の、 あの発電する音って結構ね騒音なんですよね。なのであの道の駅とか、ね、今車中泊できる場所とかもいろいろありますけど、まあ、道の駅もね全部 OK じゃないとももちろん思うんですけど、まあ、そういったところで寝泊まりする場合も、まあ、やっぱりエンジンかからないような対策をする。自分も今回の満充電8割台かな 80% 台で行って、実際あの家電使って調理を全部したわけですよ。まあ、焼肉はあの火使いたかったので火でやりましたけど、それ以外は全部あの炊飯器とかも持ってってPHEV の電気を使ってやったという感じなんですよね。まあそれはそれで良かったんですけど、エンジンはね絶対かけないようにっていうだけはすごいあの意識していきました。で次の日の朝まで 88% ぐらいだったのかな。ちょっと途中ねチャージモードであの麓っぱらまで行って入って、で86とか8とかだった気がしたんですよね、パーセント、あのハイブリッドモニターで。で朝になってでまだ全然 50% 台で調理して 40% 台ぐらいだったかな、朝出た時で。その後もあの暑いんでエアコン回してたんですけど、エンジンかからずあのキャンプ場出るまではずっとあの冷房を効かせて車内移動もできたというところで、 PHEV ねなかなか画期的だなと思いました。ただやっぱりね、あのうちあれですよね、ルーフボックスで積んでるから荷物まだ積めましたけど、やっぱ荷物積めないっすよね。二人で限界かなぁなんて思っちゃった。ルーフボックス大きいのつければね、まだ違うんでしょうけど、ちょっと悩みどこですよね。だから D5 で電源が使えたらやっぱりいいんだろうなってみんな思ってるんでしょうけど、これはちょっと感じましたね。はい。全然関係ないですけど、あの、自分がつけてるあの、右側につけてるあの、ハイブリッドモニター、ご覧になった方いらっしゃるかもしれませんが、これ、欲しい方いらっしゃいますかね。と言っても自分が売ってるわけじゃないんですけど、あのとある方からね、あのオークション経由で購入するということで、多分今もヤフオクで見ても PHEV 用のハイブリッドモニター出てない気がするんですよ。もしあの欲しい方いらっしゃったらご紹介させていただきますので、まあ、まだあるか分かんないんだけど、ご紹介させていただきますので、あのまたね、コメント欄でも、まあコメント欄じゃありか、 Twitter とかなんか DM かなんかでいただいた方がいいかな。ご連絡いただければご紹介させていただきます。またちょっとね、ハイブリッドモニターについては別途ご紹介させていただきたいなと思っておりますので、お楽しみにしていただければなと思います。ということで、今回はこんな感じですね。スターキャンプ2019に初めて行ってまいりましたので、もう45度のはね、本当楽しかったですね。ぜひ、まだね、どうだっけ。宮城県の吹上高原とかっていうのはまだこれから募集開始になるんですよ、確か。で、牧野高原も申し込み終了しちゃってる。だからぜひね、まだちょっと遠いですけど、関東の方はね、ちょっと遠いですけど、吹上高原はまだ申し込みできますから、ぜひ申し込んでいただいて、参加してみると面白いんじゃないかなと思います。はい。ということで、こんな感じで、車関係ですとか、ドローン関係、パソコン関係、カメラ関係、いろんなことをやっております。この動画が良ければ、高評価と、下の方からぜひチャンネル登録していただければありがたく思います。ではまた別の動画でお会いしましょう。本日も長々とご視聴いただきまして、ありがとうございました。